聖アントニウスのイコン修道士というキリスト教用語には二つの語義、概念がある。ただし二つの概念は排他的概念ではなく方眼関係にある。修道誓願をたて禁欲的な信仰生活をする人ことに男性のこと。女性の場合は修道女という。聖法教会では修道会に所属し、誓願と会の規則に従って生活する人々のこと。 カトリック教会では、修道者ともいい、聖公会では、修士と呼ばれる。他方、修道会制度を持たない、聖教会、東方諸教会では、修道誓願を立て先発式を経て、多くの場合修道院で生活を送る人のこと、結婚せず、修身独身を貫く。しかしながら、現在では、マザー・テレサのように日常的に、修道院外に居住し、姿勢で、 直接的に人々に奉仕を行うことをバチカンより認められた修道士も存在する。ただし彼らも生活の単位は集団生活であることは変わりはない。上述のカトリックの修道者のうち及び正教会、東方教会で修道生願した者の,の中で除裁除解を受けない者の,のこと。英語圏及び日本における正方教会では男性の場合は ブラザー、女性の場合は、シスターと呼ばれる。女性は、女祭や司祭にならないため、基本的にこの範疇に入る。カトリックでは、修道会の中で、司祭会員、修道士会員という名称で区別されることがある。ヌルシアの聖ベネディクトスフランス革命時に閉鎖された、フォントブロー修道院新知名者ワルワラ。ロシア革命で地名した、聖教会の修道女。修道士は、 修道生願を行い、禁欲的な修道生活を送る人々のことである。正方教会ではさらに修道会に所属し、その規則に従うことが求められる。東方教会でも多く修道院に席を置き、長老や院長、手のひら院の指導に従う。期限は3世紀のエジプトに遡る。 当時のエジプトでは熱心な男性キリスト教徒たちが世俗を離れて砂漠で孤独な生活を送る習慣が生まれた。彼らは陰ン者などと呼ばれたが、これが修道士の原型となった。聖アントニウスがしばしばこの生活の創始者であるとされる。個人で生活していた陰ン者たちだが、徐々に新人業を集まって行うようになっていった。その中から、 さらに新人業だけでなく全生活を共に行うようになるグループが生まれていった。ここから修道院の原型とも言うべきものが生まれた。この生活はローマ帝国の東方に広まっていった。6世紀にヌルシアのベネディクトゥスは東方で行われていた修道生活を西方に持ち込み、モンテカッシーノに修道院を開いた。ベネディクトゥスは修道生活の規定を成分化した。 快速を記したことで知られ、修道院長のもとに、修道者たちが快速に従って生活するというスタイルは、以降の修道生活における規範となった。ベネディクトゥスに大きな影響を受けていたスコラスチカという女性は、ベネディクトゥスの快速に従って女子修道院を開いている。以後、正方の修道生活は、修道会によって組織化されていくが、 これに対し東方では、修道士が修道院に自発的に集って生活する中で修道がなされるという緩い連帯が維持され、東方教会には今日に至るまで修道会制度は存在しない。11世紀に東西教会が分裂した後も、修道生活は東方、西方の両教会において、それぞれの形で保持されていった。西方教会においては、 以後の歴史の中で様々な修道会が生まれ、消えていった。西欧の中世においては、大修道院の院長は、世俗領主のような影響力を持つに至った。西方においては、宗教改革の時代になると、世俗内禁欲が重視され改革者の間では、修道生活に対する批判が強まり、プロテスタントの間では、キリスト教の本来的な姿とは、 無関係なものとみなされた。プロテスタント運動の盛んな地域では、修道院が破壊され、修道生活は見られなくなった。フランス革命においても、修道院は、旧体制の一部とみなされ、多くが破壊された。この破壊にはしばしば、修道院の財産の政府による没収が伴った。性交会は、競技的な理由で、カトリック教会とたもとを分かったわけではなかったので、 修道生活が保持さされれたたものの規模は王権ににより大幅に縮小された宗教改革期以降もカトリック教会は修道生活に特別な意味を認め現在に至っている宗教改革やフランス革命のような教会に敵対的な市民革命を経験しなかった聖教会ではアトスさんをはじめとして修道生活が近代以降もなお盛んであったが ロシア革命及び第二次世界大戦以後成立した無心論を標榜する東ヨーロッパの共産主義諸国においては、修道院の破壊、修道士、修道所への迫害が行われた。ことに、ソビエト連邦、アルバニアにおける迫害は激しいものとなり、共産主義時代には両国とも大半の修道院が閉鎖された。20世紀末に東欧各地で、 共産主義政権が崩壊して以降弾圧されてきた聖教会の修道院が復興している。聖土曜日に晩課を歌うベネディクト会の修道士たち、カトリック教会では修道者になるためには一定のプロセスが求められる。修道会に入ることを希望する者は主眼期と呼ばれる試しの期間を持ち修道院で生活する。そこで適性があると認められると会員になるための 研修期間というべき修練期を送る。修練期を終えると、初めて誓願を立てることが許され、修道会に完全に受け入れられる。製品、締結、服従の三つの誓いを掲げている。また、カトリック教会における修道者の身分は、新都市都職であるが、男性修道者の中で除解を受ける者は、修道士会員と区別して、司祭会員と呼ばれたり、教区司祭と区別して、 修道司祭と呼ばれることがある。1960年代初期に開催された第2、バチ観光会議以前、男子修道会では、司祭会員と修道司会員の間には、厳然たる区別があった。修道司会員は、司祭会員よりも一段低く見られ、門番や炊事、畑仕事や庭仕事などに従事するというのが、一般的であったが、現在では、そのような区別はなくなっている。 墓場で祈る、主教、司祭を含む、修道士たち。聖教会では、聖教徒が修道聖願を立て、選発式を経ることで、修道士となる。大抵の場合には、修道聖願の前に、修道見習いの期間が置かれる。独身者が聖願を立てるのが原則であるが、子供が成長した後、夫婦が同時にそれぞれ男子修道院、女子修道院に入り、修道士。 修道所となるケースもある。これは、一般神とのみならず、再退するタスク祭、死祭の場合も同様である。選発式において、修道士となる者は、修道名をいただき、すべての罪を許されて罪なる生活と決別し、ハリストスへの忠誠を誓い、俗意を捨てて新たな衣を着用する。修道は、再退せず、隕石に縛られず、さすらい、極貧に行き、 断食し、祈りに明け暮れたハリストスの生活に習うことを目的とする。また、修道は心の内容の生活であり、天の王国に通じる狭い道であるハリストス信仰を絶対的に表す生活である。ただし修道士は、禁止人々や世界に対する愛を書くわけではなく、属性の外にありながら、世の静寂の中で全世界のために祈る。修道士は、 積極的性や激しい社会活動によって世界を改良するのではなく世界が内面的に変容するように自分自身を変容させようと努めるのである。修道士は人々が汗して作った穀物をただで食せぬよう世の中のために尽くすべきだという人々がいるがその方仕とは何か何をもって修道士は世の中に尽くすべきかを理解してもらわなければならない。修道士とは 世界のために祈る祈祷者であり、その主な役割はその祈りにこそある。修道士のおかげで地上から祈りが耐えることがないのである。世界は聖人の祈りによって存命しているのである。アトスの、勝に荷物性、シルワンの言葉。イラリオン・アルフェーフ著、ニコライ・高松光一訳信仰の機密131ページ132ページ。 東京復活大聖堂教会2004年例を、沈めよ、されば何時の周りの人々は、救いはれん。サロフの、かつ煮物性セラフィムの言葉。イラリオン・アルフェーフチョ、ニコライ・高松・光一訳、信仰の機密132ページ、東京復活大聖堂教会2004年、ビルヘルム・ローゼンスタンド・イタリアン・スク・シーン・メドイ、スフォー・ベルス・スバーン、デアキサー・イ・エヌ・モンクス・エイチ・エヌディ、 スケーン派のデンマーク人画家の手になる1876年の油彩画。小さな子が、おくるみに包まれた赤ちゃんを抱え上げて、修道士の手の甲に接吻させている。修道士が、タスクサイ、死災に助成されると、修道をタスクサイ、修道士災となる。また、配偶者と死別して、一定の期間を経た最大タスクサイ、最大死災が選発式を受けて、 修道士となった場合も、同様に修道をタスク祭修道司祭となる。修道司祭は、天員、手のひら院に少女されることがある。聖教会では、司祭、タスク祭は再退することができるが、主教職に助成されるには、修道士であることが求められる。ただし、配偶者と死別して、後に修道司祭となった経歴を持つ者が主教となる例は、珍しくない。 修士とは、キリスト教の教派の一つである、聖公会の用語で、修道士を指し、修道会は修士会と言われる。同様に修道女は修女と呼ぶ。日本の修女会は現在ナザレ修女会と神愛修女会の二つのみである。また過去には日本にも、聖ヨハネ修士会、聖修士会などの修士会があったが、解散して現存しない。ありがとうございます。